久しぶりだ、僕たちが、ライブハウスで登場するのは、何ヶ月ぶりだ。さあな、ずいぶん6ヶ月ぶりぐらいだけどね。でもね、久しぶりって言ったって日をなってきてばっかりじゃない。本当だ。嬉しいよ、ありがとう。ほとんどなんか知り合い、ちょっとこっちから見て、ね、そっちのお客さんから見えないと思うんですが、ワイシャツを着てる人はなんか人形みたいですね、これね。なんかピカピカピカってなんか、こっちで見てるとさ、なんかドリフターズの、ほら、後ろでほら、人形の日のあれ持ってるみたいに見えるんだよ。動かねえし。でもなんか年がバレちゃうよね、ああやってサラリーマンの人いっぱい来るとね。やっぱ俺たちも知らず知らずのうちに年を取ってしまったかな。頭もね、薄くなり。なんだろそれは。まあいろいろとあれば人間だ、長い人生な。じゃあ次行こうか、ちょっと嫌な話題になったかな。じゃあ次はしっとりと、新曲だな。新曲ね、花盛りの。Thank you.
今日は静かに始めてみましたけど、最初のタコラッシュさんはどうでしたかね。まあほとんどの方は知ってると思いますが、そうもねえか、知ってんじゃないの。おじゃ宣伝してるよ、という結構宣伝してるわね。かっこよかったね。かっこよくなかった。かっこいいよ。アンバラバスはロック、アンバラバス。これ塚谷さんのこの裏返りでなんですよね。じゃあちょっとね、あのさっき騒ぎすぎちゃってさ、ね、ちょっと喉がちょっと調子悪い、私。いやちょっと騒ぎすぎだね。煽るんだもん、だってさ、ジャンボさんが、ジャンボさんが。ジャンボさんでかかったですね。それじゃあ気分変えて、しっとりいってみようと思います。夢を新曲とか言ったけどね、もう1年くらいやってんだよね、考えてからね。CD に入ってるだけですね。あ、そうね。で、次の曲が正真正銘の新曲ね。まあ、あんまり聞いたことないでしょ、皆さんね。なんと、だからこの辺のスタッフ関係なんか知ってそうですよね。あの、ショッパーズ関係の方々ですか。はい、ありがとうございます。なんかね、僕ね、思うんだけど、ね、いつもあの僕たちがね、あの横須賀であのライブやってるんですけど、あの機材を一生懸命やってる時に、この人たちがあの一生懸命、あ、この位置でいいですかマイクでやってる。で、この人たちがなんかここでね、飲んだくれてやってやってるのにムカつきますね。なんでやってくんないのよなんて思っちゃったりして。まあそんなことはどうでもいいんですが、じゃあその新曲を言ってみたいと思います。評判が良かったら CD にも。あ、この曲はですね、初めてドラムの麻生翔一郎、
少々、これがあの詩を書きました。ねえ、ついにこいつもあの EJ 生活に突入しようと頑張ってるよ。すごいところだ、 MC のチームが、はい、それでは行ってみたいと思います。タイトルはなんだこれ、じゃあうちのじゃないじゃんけ。次なんだよ、ロックロールバスかい、インディアボックス、ね、なんだよ。いや、東京フラインだって。あ、東京フライン、まあ、違う、これ違うんだね。よし、じゃあ行ってみたいと思います。ミスターガガーリン。じゃあちょっとごめんね。じゃあ何て言うか、何でもいい。
ですね、この私のしている軽石、これ、福山の友達なんかもあんまり見たことない人が多いかもしれませんけどね、私の手作りでございまして、なんと、さっきの紙にも書いてありましたよね、私がちょっと太り気味の頃に、スタッフの一人がですね、僕に、軽石でお腹をこすると痩せると一言言いましたね。なんだそれね。僕はもうそれに感激しまして、家帰って毎日風呂入って、これでこすっとりました。ね、そうです。なんと痩せたんですね、やっぱりね。あ、そうですか。そう、それで僕いつも軽石を持ち歩いていたらね、はい、メンバーの連中が、ね、そんなに好きだったら首から下げろって、ね、僕はもうそれアクセサリーにぴったりだと思いましたね、はっきり言いまして。それでいつですかね、渋谷で待ち合わせ、最初にこれ見たのは渋谷ですからね、渋谷のハチ公前で会って、待ち合わせたら、この格好しているんですよ。このバンダナをしたら、ただむき出しのこの軽石が、ね、よく恥ずかしくもなくやりましたね。まあ今ではね、その子供を産んでこんなちっちゃい軽石がありますので、今日ね、CD を買っていただけると、はい、ついてくるんですよ。サインもしますので、よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。あ、でも大体持ってそうですね、買ってみてね。CD 即売会、ハミングバードバーンって出てるのに、これもうなんか、2枚。プレゼントっていうのはいいよね。クリスマスプレゼントに友達に親しい人にあげる。それ、うん、これだね。いいですよね。で軽石は買った人がもらえる。そうそうそう。いい話じゃないからね。次の曲じゃ全然関係ないけどね。そうだね。これはひどいね。じゃあ次の曲いってみます。シングル版の B 面になった曲です。星の手紙。
何の日か知ってるかなみんな。11月24日我々ですね、もう告知にもありました通りフレディ・マーキュリーの明治だ。違うよ違う僕の誕生日だよ今日は。イエーイ、よかったよ。なんと群馬県の明治に生まれたと。ウェーイ、やだ。私は今日限りで一杯を歌うのか。なんだよカミングマダ永遠に続いてる。本当にね、なんというありがたき、ありがとう、本当に本当に嬉しいよ、嬉しいよ。もう新宿まで帰っていらっしゃるので、もう難しい。文言が厳しい。さよなら。え、本当に、あ、ありがとう、ありがとう。仕事とは一生忘れないよ、ありがとう。あ、本当にね、まあ、真面目な話、2年前の、誕生日はショックでした、私は。ちょうど11月の23日にね、新聞でフレディが僕はエースです宣言しまして、でもね、まさか、ね、そんなすぐね、行っちゃうとは思わなかったんで、次の日、福山とかに電話してね、そしたら福山はフレディ死んじゃったよって言うんですよ。とても信じられなくて、やっぱり。それから、イニュエンドゥっていうね、一番新しいアルバムと、その前のザ・ミラクルっていうアルバムがあったんだけど、歌詞の内容を読んでね、すごい痛感して、悲しいなと思ってしまったので、ここでフレディに一曲捧げようと思います。はい、どういう曲でしょうかね。じゃあ行きましょうかね。ビートルズで、ディスポーズですね。手拍子だな。はい。いや、手拍子だよ。
Thank you.
じゃあ、まず曲いってみようか。福山家で飼ってる猫の歌。それなんだ、それなんだ、クゲ。違うな、誰も知らないって。こんなもん、いくぜ。ハマる。違う、それ犬だ。俺の規制遅くな。行くぜ、行くぜ。ちょっと待ってくれ。ああ、遅いお前。一緒に行け、一緒に。行くぞ、行くぞ。時間だったけど、いろんなことやったね。アコースティックやって、ピアノやって、ロックロールやって、じゃあ最後にこの曲で締めよう。まだ実際聞いたもあるんだけどな。何で使わないんだよあれ。この後クイーンやるんじゃないのか。じゃあ最後は、ハミングバードの出るのか。何を入ってんの。最後はハミングバードの、モットーとする R&C で一発決めたいと思います。水様のカバー。忘れの
Jump! 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 J
僕たちのシングルの曲を一曲最後にやってお別れしたいと思います。本当に今日は皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました、今を生きる人ね。I'm not afraid to die.
。